はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらシビックの 1.5 リッターターボモデルになりますね。あのグレードは、EX で、お値段がじゃじゃん359万400円のお車になりますね。そうそうそうね、今ねこちらの車あの販売が停止になってると、今ねこれ今買えないんで、あの結構ね激レアなんですよね。今日はねこちらほら見て6速マニュアルなので、あのもう一回ちょっとねシビックタイプ R もうすぐオーナーの私ということで、もう一回ちょっとこの 1.5 リッターの良さ見てみようかなと思います。インテグラがねタイプ S と普通のあのインテグラあれね結構ねやっぱ高いんですよね。高くてやっぱこのシビックってねかなりやっぱねお買い得だなと思いましたね。本当にだってこれ360万ぐらいで買えちゃうんよね。で今次のイヤーモデルってなると、あの値段もねちょっと上がるというお話もありますので、いや本当にね今のうちにこれでも今買えないんかね、今買えないんでこれ中古に出たらいいけどなね。普通のインテグラで確か550万ぐらいするよね。ちょっと為替の話やらなんやらあるけど、でタイプ S でなんか700万超えしてたと思いますね。それから比べるとこれ360万ぐらいで買えるっていうね、もう中身はねほぼ一緒なんですよインテグラとね。まあこれマニュアルなんでかっこいいよねというわけで今からこちら乗ってみようと思います。いや 1.5 リッターいいよこれね。あのタイプ R はまあ500万ぐらいなんですけど、まあそれから比べるとね140万ぐらい安いので、タイプ R はねこのほら坊主のシステムとかがついてなくて、ちょっと音響面でちょっとなっていうところはあります。その辺はねちょっとあのインテグラはスポーツモデルなんですが、そのラグジュアリー面っていうところもまあ残しつつあるということですね。ただまあインテグラ高いはかっこいいけどね、ラグジュアリーないいね、あのいろんなあのシートもねいいんですよね。あのなんかこれもねパワーシート、ほらちゃんとこれパワーシートですから、あのタイプ R は、まあ、真っ赤なバケットになってるんですが、まあ、こちらは電動パワーシートがついてると。だからお買い得ないよこれ実はなんでもっと売れないのっていう感じはするんですが、今逆にね買えないんで、あのなんか殺到してるみたいですね、もしこの車出すとしたら。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。なんかいい車かもしれん。なんか自分で言うのもなんですけど。シビックいい車かもしれん。いや、これ乗ってすぐわかるね。やっぱちょっと車高も低いわ。低い低い。いや、久々に乗ったからちょっと感動します。なんかねやっぱシビックっていうとちょっと昔のイメージで言うとね、ちょっとやんちゃというか、なんかもっとボディサイズが小さくて、あの小気味よく走るというね感じなんですけど、やっぱ現代のシビックってもっとね大人してる、あの車の完成度がかなり高い。まあちょっとボディサイズも大きくはなっちゃったんですが、まあそれでもそのタイプ R よりはあの車幅が小さいんで、あの1800ぐらいですね。なので普通にこういう街乗りもね普通に乗れちゃうよっていう。滑らか。あれこんな高級感あったっけ。いやー早い。いやちょっと待てよ、これ 1.5 リッターこれまあ何回も言いますけど、これで十分かもしれない。あのインテグラ見た印象は、私は意外とね、あのタイプ S じゃなくて、あの A スペックの方がいいなと思ってしまったんですよね。まああれも 1.5 リッターの、まあ、このターボエンジン同じものを積んでるんですが、まあこのシビックよりなんかもうちょっとラグジュアリー感のある、このシートもなんかちょっと違うデザインでしたね。まあそういった意味でも、そのタイプ R ってなると、もうちょっとガチのスポーツカーになっちゃうし、その機能面でもちょっとね、削ぎ落とされちゃってるんですよね。なんかスピーカーが、
あの坊主がつかなかったり、このね、あの電動シートもなかったりするんで、うん、その辺ね、やっぱそのちょっとラグジュアリー感を残したスポーツカーみたいなのがいいかなって、私の年代とかになるとちょっとね、やっぱそう思ってしまうところがあるんですよ。なのでまあ日本では売らないんですけど、あのインテグラいいなーってちょっと思ってたんですが、まあただちょっと値段も高いし、うん、ってなるとまあこの日本で買えるのはこのシビックね、この 1.5 リッターのね、このマニュアルいいんじゃないのって今思ってるところです。うん、ちょっとほんまにいいぞこの車。いや本当にいいのこれ。シビックの良さわかるかな、わかるかな。さっきね、ちょっと N1 の RS のあのマニュアル、6速マニュアル乗ってきたんですけど、ちょっとそれとも比べるとね、全然違う。まああの N1 の RS がね、悪いっていうわけじゃないんですが、ちょっと次元が違うわ。うん、なんかシビックってこんな良かった？何このエンジン。いや普通にね考えたら、なんかこのボディサイズになんか 1.5 リッターってちょっと非力なんじゃないかって思うんですけど、いやでもこれ最大トルク240ニュートンよね、なんかそれ以上のパフォーマンスを感じる。タイプ R で420ニュートンかなね、まあそれから比べるとなんかスペックだけ見るとなんかそんな、うん、あんまり良くないのかなと思うんですが、これちょっと運転してみたらもうその辺ね、もうあれって思う本当に。2速伸びる、すごい、2速こんな伸びるか。いや余裕があるな。なんかねこう G が最初かかるんですけど、グーンでもう一回 G かかる感じ、うわーって感じ。いやシビック車やな。まあ、言うても車両重量 1340kg だったかなね。あのやっぱ 1000kg 切ってるとかそんなことはないんですけど、まあそれでもこのパワーか。いやこれホンダセンシングついてるけど、なんか普通に自分で運転するのが楽しいから全くちょっと今のところそれ使おうと思わない。まあでもできるもんな、これ前を追尾したり。わあ、そっか、こんな感じになるね。うわあ、すごい、この2速の伸びがすごいね。めっちゃおもろいかもしれん。いや、せやからさ、あのゴリゴリ感がないんですよ、ゴリゴリ感が。ちょっと合流します。いやで今こちらの車ね、試乗させていただいてるホンダカーズ大阪東花園店さんね、そちらにやっぱね、あの点検で来られるお客さんが結構やっぱシビック乗ってる方多いんですよ。でこの間ちょっと5月にあの納車されましたというね、白のね綺麗なあのシビックね、タイプ R じゃない方ですけど、それにあのリアウィングつけて、ホンダアクセスのね純正のリアウィングつけて、あのなんかねちょっとカスタマイズしてるんですよね。なんかあ、かっこいいと思って、あ、これで良かったんじゃないかみたいな、なんか今ねちょっとそんな感じで思ってるんですよ。あのタイプ R じゃなくても十分遊べるし、十分かっこいい。まあ、しかもね、値段が140万ぐらい安いのね。だいぶそのボディ剛性とか車の作り自体がもうかなりスポーツに振ってるんですよね。やっぱり、ね、これ乗った瞬間ね、あの分かるんですよ、これ座席に座った瞬間、あれ低い。このお尻の位置が低いっていうね、まずそれにねびっくりしますね。あーすごい、全然これ、うん、そのなんか 80% ぐらいかな、踏み込みで、それでもう軽やかにスーンって上がる
なんかねエンジン音もちょっとね昔のはねこう結構あーみたいなこううなる音あーみたいな限界みたいな音してたんですが、なんかもっとこれモーターのようななんかヒュイーンヒュイーンっていう感じ、そういうね音がしますね。軽やか爽快、そうそう爽快シビックっていうね、それプロモーションでしたよこれ。爽快、本当に爽快。いやいい車だわ、これもっと注目されていいはず。でさっきねあのお店の中にあのシビックタイプ R の FK8 の後期モデルが置いてました。あちらねあの新車のお値段が472万ぐらいかな。でそれがあの2600キロぐらい走って、プレミア価格がついてるんですよね。それで555万で売ってましたね。やっぱりタイプ R、FK8 の後期モデルはやっぱ玉数も少ないということで、まあいいお値段がついてるなと思いましたね。今度の FL5 がまあ499万で、価格としてはかなりまあお買い得な車なんじゃないかなと言われてますね。ただ次今販売がまあタイプ R もこの普通のシビックもまあ今停止になってるんですが、まあ次復活するときはまあイヤーモデルですよね。ただほとんどシビックに対しては変わらないと思いますね。で変わるのが一つあるんですよね。その販売価格がやっぱりこの物価の上昇で高くなると、いろんな車種が軒並み金額がアップしていっていますね。なのでまあこのシビックも値段が上がっていくということなんですよね。そうなんですよね。まあ、私のシビックタイプ R もまだその安い値段といいますか、そのね、最初のお値段で買えましたので、まあ、まだなんとか早めに買った方はちょっと得をしたというか、まあ、まだ良かったのかなという感じはしますね。なのでもう皆さんね早く買っちゃいなよって感じよ。もう欲しいものはもうすぐ買わないと、もうどんどん値上げもしていくしね、買えなくなる可能性も出てきますので、まあ、その辺ねちょっと皆さんアンテナを張ってね、お得にね買っていくことをお勧めしますね。でホンダカーズ大阪東花園店さんね、今なんかキャンペーンしてるみたいで、なんかガラスコーティングをなんか無料で期間限定車種でやってくれるということなんですよね。なので今お店に置いている在庫車になるのかな、まあZRV とかNBOX カスタムとかね、特にね NBOX カスタムはこのナビゲーションがタダでついてくるみたいなそんなこともあったんで、一回ねちょっとお店に行ってね、なんか興味のある方は一回ちょっと相談してみたらお得に買えるかもしれないですね。はい、というわけで、私のシビックタイプ R まだ来ないんですがいやこの 1.5 リッター久々に乗ったらこんなにいい車っていうね、今日は動画でした。ね、もう値段も上がっていくし、まあ、ただ残念ながら今この車買えないんで、まあ中古でね、新古車みたいなんで、こう出たら、まあ買うチャンスはあるんですが、それはね、やっぱちょっとさっき言った通り、そのアンテナをね、張ってないといつでも買えるっていうわけじゃないんで、まあその辺はね、まあチャンスというか、まあ出会いって言った方がいいんですかね。まあ、なのでちょっとそのチャンス、まあ、出会いがあった時にもう即決した方が私はいいかなと思いますね。はい、というわけで、こちら、ホンダカーズ大阪東花園店さんのお車を試乗させていただきました。まあ、試乗してみたいとか、まあ、今はまだ買えないんですけど、まあ、イヤーモデルいち早く欲しいとかいう方はホンダカーズ大阪東花園店さんね、ぜひとも来ていただきたいと思っております。私ね、こういったホンダの車よく、試乗レビューしております、面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、ホンダシビック 1.5 リッターターボに乗ってみたでした。じゃあね、バーイ。